はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では信長の野望大使続きをプレイしていきましょう。前回ですね、今川が足利に対して戦争を仕掛けるということで、4万の大軍を持って上洛戦を開始したんですが、13代将軍義輝自ら陣頭に立ってこれを撃退、そのどさくさに紛れて北畠を討ったというのが前回の信長の動きです。で、現在はですね、伊勢の大半を領有しているんですが、依然まだですね、一部今川の勢力圏にあるところがあるので、まあ、ここをね、狙いつつ、一旦お金が全くないので戦費がかさみすぎたので、少しねそのあたり見直しをかけていきたいと思っています。なので足軽を少し減らしていきましょう。金がかかりすぎましたね、いくらなんでも。なので足軽をちょっと減らして、しばらくはね内政に専念をしていこうかなというところになります。ただそうは言ってもですね、吉本の寝首を隙あらば書くというところと、あと機内の方が混乱するようであれば、また混乱に乗じて機内に攻め入りたいなとも思ってますんで、まあ、そのあたりはねちょっとバランスを見ながら、対今川ともう一つ機内への足がかりですね、見ていきたいなというふうに思ってます。でそのためには、まあ、今お金がねだいぶ減ってるんですけど、お金をしっかり貯めるっていうところと並行してですね、外交ですね、このあたりもしっかりやっておきたいなと思いますんで、じゃあ具体的にどこと外交していくのっていうところなんですけども、まあ、親善を送るところ、まずはですね、隙あらば今川を義元の寝首をかきたいという思いはあるので、引き続きここ武田に対しては秀吉を、で上杉に対しても同時にね元位を送っておきましょう。であとはこの先ですね、三好、まあ、あの機内一円に勢力を持っている三好を迎撃撃破殲滅追い落とすために、その経路上にある筒井家に対しては同盟を持ちかけていきたいなと思います。ここは定勝を送りましょう。こんなところですかね。でお金を使って今ちょっと待ってね、3068しかないでしょ。これでできるところに何があるかっていう話だけど、金が全くないからな。よし、鳥羽商圏に進出しましょう。でまあ次回以降ね、足軽を少し減らしてるんで、そのお金を使って少しは余裕が出てくるかなとは思います。今川の動きと機内の動きにはね、注意をしていきましょう。志の特性効果が解放されているのは市場解放が解放ね。よし、ちょっとどんな効果だったか忘れちゃったんで見ておきましょう。新勝を目標とする段階まで来たと。よし、早速次のターンで報告いたします。先月の収支でございます。見ておきましょう。でその前に信長の市場開放、3つの勢力が進出済みの証券にも進出可能。よし、いいね、やっていきましょう。で今回のターンはまずは五条ですね。おっと、まだまだだな。武田に対しては親善をしっかりやっていこう。もう少しね、秀吉で婚姻可能なところまで持っていこう。まあ実際ね婚姻してますからね、武田家と織田家はね。で親善中の筒井はこのままで、上杉に対してもこのままですね。で商業で進出を果たしていこう。お金をね得ていかなきゃいけないんで、
進出して、あと進出できるところある、いけるね、ギリお金あるね。これで地味にお金を稼いでいきましょう。あとは歩兵で言うと観音寺どうなってる、観音寺まだ多いな。あとはすっかり忘れてましたけど、配属をしていかなきゃいけないですね。鳥羽城に人を入れましょう。で、鳥羽城には人がいっぱい入っているキヨスからだな。どうしようかな。キヨスに誰を入れるか。うん、鳥羽に誰を入れるかですね。岐阜からだな。岐阜から人を入れましょう。じゃあ、岐阜はどこにあるかというと、ここだな。誰入れようかな。まずは、岐阜なんで、あとは、岐阜。久喜義隆も入れとこう。戦闘力が高い武将も一人ぐらい入れときたいですからね。小作りも入れておこうかな。こんなところですかね。で、あとは、安土、まあ、後の安土観音寺に、信長をはじめ、主力を移しましょう。んで、信長でしょ?秀長、秀吉、利家、あとは貞男は残そう。で、その他、半兵衛は連れていきましょうね。まあ、この辺りかな。松ヶ島には西見の三人衆入れてますからね。よし、これでいいでしょう。行くぞ。で、岐阜の城主を誰に、まあいいか。いや、岐阜の城主は重要なんで、ちょっと岐阜の城主は考えた方がいいな。あ、そうか。今、ここの画面だと見れないんで、大垣城に移動にすれば岐阜の城主が見れるね。岐阜の城主は、まあ、でも岐阜は城主誰でもいいのか。結局、攻められる可能性があるところの城主はね、籠城した時の、その城の防御力に直結してきますからね。城主のステータスがそのまま城の防御力に依存してきますので。ん、ちょっと待ってくださいね。今機内の方で動きがあるな。この後すぐ機内の情勢確認を行いましょう。川内畠山家と通称が結べる間柄になりました。まあこれはやっておいていいかな。向こうの方から言い出した話ですね。で、金がなくなって続行不能になったって、マジか。まだ金足りないか。先月の収支でございます。そうするともうちょっと兵を減らす、伊賀上の、もうちょっと兵を減らして、足軽ですね、足軽を減らして、お金がもうちょっと余裕が出るような運用にしますか。これでどう。で、改めて神前が止まってるんで、神前入れておきましょうね。貞勝がいない、いるね。ちょっと待って、貞勝相性×じゃん。じゃあ、原因だな。さっきも原因にしましたよね。で、ここは秀吉。信玄には秀吉。で、筒井家には、原因定勝だな。定勝を送っておきましょう。かしこまりました。これで毎月必ず行くようになりますというところですね。で、機内の情勢がなんか怪しいよね。集結中になってるけど、山名が招集かけてるんだな。ちょっと動きが怪しいな、機内の方がね。どうなるかちょっと注目をしておきましょう。で、旗野と山名の決戦か。まあ、これは機内の体制には影響は出なそうですね。お、台風に見舞われたけど豊作実施しておいたんで痛手は抑えられました。これはやっといてよかったですね。長岡と通商協定は結んでおきましょう。で、武田家はやっぱりあれだな、
交渉する気がないんですね。じゃあちょっとこのまま一旦置いておきましょう。で、続いては通商を結んで報告いたします。機内の動きをやっぱりじっくりしっかり見極めておきましょう。これより表情を行う。で、今回は長秀信清信康、ちょっとあんま期待できなそうだな。やっぱりね、ちょっとここ再考させましょう。いいね。長秀が商業と論議。よし。富田は論議36で、信清が軍事20。いいですね。これで決めましょう。んで、増田長森からは港証券成長上昇賞が入ってるね。これをじゃあ入れておきましょう。さらに舞台視界拡大大高の目、これもやりたいですね。じゃあまずは高の目にどれくらい必要かだな。ちょっと確認しますか。高の目なんですが、あ、もうできるね。舞台の視界拡大大、これやっておくと奇襲攻撃を受ける可能性なくなりますからね。しかも今足軽が減って少しいいダメージを受けやすい状態にはなってますからね。あとはできるところで言うとルミン保護、ルミン増加率上昇、これやっておきたいな。やっておきましょう。で、あとは商業系で何ができるかっていうと港湾港整備ですね。これやっておきましょう。できればね、このエリゼニと城下町支援はすぐにでもやりたいんですが、これをやるにはちょっとまだ足りてない感じかな。都市計画を所持する配下が3人以上か。達成はしてるんだね。ただ提案誰もしてこないか。ここにたどり着けないんですよね。まあ、しょうがないね。じゃあこれはこれで先に進めましょう。で、順調にお金も増えてきてますね。で、9月になれば兵も動かせる。おっと、ここでまた動きがあるな。機内の方向をちょっと確認しておきますね。機内は何が起きてる？報告いたします。先月のお金はだいぶ溜まってるよ。機内の方はまたこれあれだな、旗野だな。旗の山のあたりがきな臭い感じになってますね。お、これで三津春もレベルアップしましたね。で、9月になったんで兵糧が入ってくれば軍事行動がまた起こせるようになります。報告いたします。兵糧がないとね、軍事行動起こせないですからね。で、おお、小野正嗣、小野正嗣が入ってきましたね。かたじけないことです。ではここで労力を使って開墾を入れておきましょう。まずは観音寺、観音寺でしょ。あとは光ってるところは入れておきたいんで、伊賀上野、治水がちょっと厳しいんで、ここは労役免除を入れておこう。ここも労役免除だな。かしこまった。あと光ってるところはないかな。ちょっと大きい松ヶ島とかで開墾入れておきますか。これとあと清須でも開墾入れておきましょう。鳥羽でも開墾入れて、まあ一旦こんくらいですかね。で、商業投資はどこに行くかですが、伊勢に行って、で、伊賀上野にも進出しておきましょう。よし、これでいいかな。ちょっと待ってくださいね。これ今川が兵を出してるな。また攻めるね。これは足利を攻めるね。京に上る上洛作戦第2弾を開始してるな。総兵力は
54,600。これはでかいな。ただこれ今軍事行動を起こしてくれれば、亀山城、長野城、日野城、この辺りを逆に信長が奪い取れるな。しかも兵糧もある。よし、これは軍事行動を起こそう。でそのために、行軍をちょっとね入れておきたいんだけど、ちょっと次のターンまで待ちますか。兵を貸してほしいと言ってきている。ただ兵は貸したくないんで、貸したくない城どっから兵を貸すかだな。貸すことを断る城をどこにするか。どうしよう。伊賀上野か。5600、しょうがないな。鉄砲をもらおう、その代わり。でこちらも宣戦布告をして、今側に対して、俺の波動を阻む者、生かしては北条武田が今側に着くはいいよね。問題は、まずは日野城だな。日野城に軍勢を送り込みましょう。で、今回の目的はあくまでも今川軍を伊勢から追い出すことなんで、一気に決めたいんですよね。なのでできるだけ大軍を動員したい。ってなると、伊賀上野から6000の兵を貸し出してしまってるんで、まあ、もちろんね、足利が今川に撃たれてしまうと話にならないんで、まあ、それはしょうがないところではあるんですが、こちらもねしっかり兵を出して今川を伊勢から追い落としましょう。でもちろん足利が勝利してくれることが前提ですけどね。これより表情を行う。お、成政が輝いてるね。で一徹もいい。あとはどうだ。あとは微妙だな。まあ論議の芝を入れておきましょう。で秀吉が獲得施策力増加大、これは入れたいですね。そしたら早速やりましょう。結果的にねプラスに働くはずですからね。大鉄砲大って言ってもな、あ小って言ってもな、防御力まだ鉄砲配備してるね、大名家ってそんなにないですからね。ではまずは日野を一気に追い落としましょう。一人たりとも逃すな。で寿慶仁の軍1万か。で今回ね、今までみたいに足軽が大量にいるっていう強兵ではないんで、ちょっとこの辺りはね注意が必要かなとは思います。でじゃあどうするかなんですけども、ここはね突撃陣形を取って短期決戦に持ち込みましょう。お任せを、この戦お任せを。短期決戦で一気に今川軍を粉砕しましょう。長引くとね、農兵が多いと結構厳しい戦いになるっていうのは経験上も分かってきたんで、ここは突撃陣形で一気に受刑にを葬り去りましょう。そのために鷹の目を使いましたからね。ただこの突撃陣形だとこちらがね、指示が出せないんで、そこがね吉と出るか凶と出るか。今のところ戦局は一進一退ですね。一旦引こう。射抜くのです。よし、
一気にこちらに戦局が傾きつつある。足軽がね少ない分、よし、ナオトラを改装させたな。短期決戦でね決着をつけたいですね、この5ターン目までで。決戦の後に兵力が回復する、あの連戦自宅の政策施策を打ってるんで、方策かな、想像だと政策だったものが大使だと方策になってますよね。天下御免の歌舞伎者、前田刑事様のお通りを。やりますね。さあ、ここでもうあと一押しですね。信長は作詞、信盛も含めて決着をつけましょう。聞くとそれ、この策で敵を欺か。ゲチオ始めるぜ。よし、これで決まるだろう。時には大胆に攻め込まねばな。仕方ねえ、一旦引くか。今だ、放て。一旦引きます。よりとい、おい。よし、この一大決戦に勝利できたんで、このまま日野城の攻略に取り掛かりましょう。天も人も俺に背くことは許さぬ。かたじけない。力攻めに変えて一気にまずは日野を落とします。報告いたします。まあ、なんといってもね、承知、お金がないんで、そんな中兵糧をさらにね消耗していくってなるのは厳しいね。短期で決着をつけていきましょう。志果たすまで死ぬわけにはいかぬ。よし、まずは日野。片付けない。この辺はね、小物はどうでもいいので捨ておきましょう。で、次は先にどっちにする？先に亀山か。亀山だな。亀山を狙いましょう。ここだよね。義輝軍と義元軍の戦い、これどっちが勝つかだな。よし、義輝が勝利。これは一気に亀山長野城を取れるな。かつ今川はすぐには軍事行動は起こせないはずなんで、三河方面も安心ですね。で、ここは力攻めたい。時間をかけずに落としましょう。使いの者が来たようです。今川家より交渉、兵糧12400を超と拒否。我が野望、何人たりとも止められぬ。で、そのまま興奮して長野まで落とす。俺に続け。で、武田と長岡、ここは長尾に勝ってほしいですよね。どっちかな。よし、長尾が勝った。これで信玄も美濃方面に進行はしてこれないだろう、しばらく。で、あとは長野城の部隊、武将たちが打って出てこなければ伊勢は完全に掌握できますね。報告いたします。先月の終始でございます。ご命令よ。では、まずは費用が下がっているところに絵巻きをしておきましょう。かしこまった。この辺はね、かしこまった。ずっと何も手を入れてなかったといえば手を入れてなかったんで、しょうがないところかな。で、あとは開墾を入れておきます。治水が下がっていくのがちょっと怖いけどな。こんなもんでいいでしょう。
で、あとはしっかりしっかり進出もしていきます。かしこまった。問題は長野城だ。今はこの長野城の攻略が最優先。いいよし、長野城も取ったね。これで完全に伊勢は手中に収めたね。そしたら一旦兵を解きますか。それとも靴掛け刈谷あたりまで兵を出すか。いやーでもね、こう見るとすでに今川の方も兵力を回復しつつあるんで、一旦ここは信長の方も兵を引いておきましょう。議場させておきます。でその上で交渉、講和、これで機内方面に戦力を集中したいですね。くしも今川と足利も和睦してますね。金銭戦を今川に譲渡、安いもんだ。譲渡しましょう。でここで大友のイベントが出てますので、ちょっとここまではね見ていきましょうか。ああこれで改名したんだね。まあ出家してね。で利家に嫡子利長が生まれましたというとこですね。よし、これで伊勢から今川軍を追い落としたってのは大きいよな。そしたらどうしようかな。ここはみんな頑張ってるけど、まずは信長で秀長、この辺りはね安心感ありますよね。あとは信盛入れるか。論議29。これで表情を終える。で定勝から馬山将権成長上昇章。この策は水上移動速度、まだね水上決戦には及ばないですけど、これもね後々必要にはなってくるでしょうというところですね。そうなると今すぐ欲しいのはないんで、今回は貯めましょうか。貯めます。お、長政が来たね。長政もちろん全員雇いましょう。片付けない。はい、というわけで今回は足利と今川が再び大決戦に及んでいるその隙に今川を伊勢から追い落としましたね。で今回
良かったのがやっぱり今川と足利が戦ってかつ足利が勝ってくれた武田と、まあ、上杉後の上杉、まあ、長尾ですねが戦って長尾が勝ってくれたっていうことで今川方に組みする勢力がことごとく決戦で負けてくれたおかげもあり、しっかりね、領地を取れました。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。